サミュエル・ドー、サミュエル・カニオン、ドー、サミュエル・カニオン・ドー、1951年5月6日から1990年9月9日、は、リベリアの軍人、政治家、同国大統領を務めた。民族主義を基盤とした独裁と、政治的反対者への苛烈な抑圧を、その政治運営の特徴とした。聖はル・ドエ、ドーとも表記する。 リベリア内陸部グランドゲデ軍のトゥゾンという小さな村落に農家の息子として生まれる。少年期に初等教育を受けられたものの成績を収められず1969年には高校を中退し陸軍に入隊する。1979年10月には歌詞館に昇進しアメリカ陸軍から派遣されたグリーンベレー出身者による訓練を受けた。彼の出身部族である クロンは、リベリア国土に古くから定住していた部族の一つであったが、当時のリベリアは19世紀にアメリカから渡航し、リベリア国家を樹立した解放奴隷の子孫、通称アメリコ・ライベリアンが支配しており、先住民系のリベリア国民は多数派であるにもか、買わず長い間政治的な抑圧を受けていた。同が、軍曹に昇進した時には、後に、 彼の命を奪うことになるプリンス・ジョンソンが上官だった。1980年4月12日、上級軍曹に昇進していた銅は、他のリベリア部族出身の兵士、トーマス・クイ・ウォンパ、トーマス・ウェイ・シェン、ハリーソン・ラン、ネルソン・トーラ同士と共に、軍事クーデターを観光、アメリコ・ライベリアン出身のウィリアム・アル・トルバート、大統領を殺害し、 北東と道東の主な支持基盤だったアメリコ、ライベリアンによる支配を終わらせた。同が起こしたクーデターにより、トルバート大統領と26人の支持者が戦闘で死亡、さらに10日後には、首都モンドビアの海岸で大統領の弟ら交換13人を公開処刑した。なお、当時のコートジボワールのフェリックス・フェボワニ大統領と、ブルキナファソのブレイズ・コンパオレ大統領は、 トルバート大統領と親戚関係にあったため、同性喧嘩のリベリアと両国との関係は著しく悪化することになった。同の政治体制のもと、リベリアの公安はアメリカ、カナダ、欧州各国など諸国に対し開かれ、外貨を獲得すると同時に多くの海外投資を集め、また租税回避地としての評判を燃えるに至った。また、独自の新通貨も発行したが、 同政権崩壊後は、同の出身である北部など一部の地域を除き通貨としての価値は認められていない。同政権下では、統治機構として、人民救済評議会、PRC、後のリベリア国民民主党が設置され、同は、評議会議長、事実上の大統領になった。憲法は停止されたものの暫定的な措置であるとし、1985年までに、 文民統治に復帰することを約束した。その後、翌1981年8月2度は自身の暗殺を図ったとして、ウェイシェーン、トー羅軍人5人を処刑している。しかし1985年10月15日に実際に行われた総選挙では、9つの野党のうち3党しか参加を許されず、かつ投票箱が海に捨てられる東大規模な不正が横行した。 同は51%の支持を獲得。与党 NDPL も上院で全26議席中21議席。下院では全64議席中51議席を得て圧勝したが、これに対して野党の議員の多くが議会への参加をボイコットした。選挙直後の1985年11月12日、クーデターの同志であったが、上記のように粛清など、 独裁傾向を強める道と対立、亡命していた出身のトーマスクイ・オンパが、マノ族ら共に打倒道を唱えて、知られを根より潜入、クーデターを起こしたが失敗し、11月15日にクイ・オンパらクーデター関係者は処刑された。報復として道は、自分の部族であるクラン族のみで結成した AFL を、ギオ族との族が住む地域に派兵し、徹底した破壊と虐殺を行った。 モンドビアに連行された、ギオ族とマノ族の人々の中には、銅が所有していた5階建ての高級マンションで、彼がペットとして飼っている2のライオンに餌として与えられたものもいるという。翌年、1986年1月6日に銅は、リベリア大統領に就任。その後、銅は、野党の議員の新聞の発行停止、政治活動の禁止など圧政を敷いた。は、 アメリカの後ろ盾を得ていたものの、周辺諸国や、チャールズ・テイラー率いるリベリア国民愛国戦線、NPFL などによる武装介入が続き、やがて内戦へと発展した第一次リベリア内戦。内戦勃発から4年余りを経た1990年9月9日、選挙区は同大統領率いるリベリア政府側にとって不利になる一方であり、 NPFL から分派したプリンス・ジョンソン率いるリベリア独立国民外国戦がついに首都モンドビアに進行、敗北は必死となっていた。側近のハリーもニバ副大統領など閣僚からも辞任を勧められ、もはやリベリア国内に事態を打開できる要素は存在しなかった。同大統領はアメリカが彼の身柄を保証してくれれば、自分はすぐにでも大統領を辞任して、 リベリア軍内の小外の軍人と共に故郷であるグランドゲデ軍へ帰還するとしてモンドビアにあるアメリカ大使館に協力を懇願するが同政権崩壊はもはや避けられないと見ていたアメリカ政府に断られてしまうアメリカの加入が見込めなくなった以上同大統領の最後の頼みは西アフリカ諸国経済共同体参加の軍事組織で 彼と親交のあるナイジェリアのイブラヒム・ババンギダ、大統領が大きな影響力持つ、西アフリカ諸国経済共同体幹事団、イーコモックであった。同大統領はイスラエルで訓練を受けていた、エリスグリの護衛90人を連れ、大統領官邸からモンロビア郊外のイーコモックの中屯地に勝った。そこで彼は、インフルと交和し、戦争を終わらせたいとして、 イーコモックの参謀長にジョンソンとの仲介を求めた。要請を受けたイーコモックは、インフルに、同大統領が護衛と共にイーコモックの駐屯地、来ていること、そして彼の主張を伝達した。ジョンソンは、自らも、同大統領と同じ考えであり、戦争を終わらせるため今すぐにでも、同大統領と話し合いたいとイーコモックに返答した。しかし、これは同を騙し討ちにするための罠であった。 そんなことを知るよしもない同大統領は、ジョンソンの回答に満足し、イーコモックの駐屯地で、ジョンソンが来るのを待った。一方、ジョンソンは銅を捉えるため、20人ほどの兵士をイーコモックの駐屯地に送り込んだ。イーコモックの駐屯地には武器を持って入ることは禁止されていたため、ジープに武器を隠して、駐屯地に侵入してきたインフル兵たちは、まず司令部で、 銅の護衛を皆殺しにし、彼らは、イーコモックの指示に素直に従い、武器を駐屯地の入り口に置いていたため、丸腰であった。なお、イーコモックの兵士は、無事だった、司令部内部へ乗り込んだ。イーコモックの司令官であったガーナ軍のアーノルド、クアイノー将軍はこの事態にも抵抗することなく銅を、インフルにあっさり気渡した。実際には、イーコモックでは、 上記の理由からコートジボワールとブルキナファソが、銅打倒のためにテイラーを支援するなど、銅の期待に反して一致した行動を取れていなかったのであジョンソンの策略にまんまと引っかかった上、イーコモックにも見捨てられた銅はジョンソンが松インフルの司令部に連行され、その日のうちにリンチにかけられた。上半身裸で後ろ手に縛られたまま。 銃で膝を撃たれた銅は何でも言うことを聞くからせめて痛む手錠を緩めてくれと、ジョンソンに訴えるが、ジョンソンは銅の銀行口座を教えろと迫った。最初は口を割ろうとしなかった銅だったが、最終的に教えようとしたところで、痺れを切らしたジョンソンは、お前は私と話をしたいというのか、誰が悪魔などと話をするか、と銅を罵倒し、耳を切り落とすよう、部下に指示した。 体を踏みつけられた上、軍用ナイフで耳を切り取られた銅は悲鳴を上げ、インフルの兵士はさらに踏みつけたり蹴りを入れるなど過烈な拷問を行った。その後銅は外に連れ出され、火で炙った自分の耳を食べるよう強いられた。ついには手の指や鼻や舌なども切り取られ、血まみれとなった銅は最終的に銃殺刑に処された。その後、銅の遺体はモンドビアの中心街で晒された後、 集団墓地へ投げ込まれた。同の死後、インフルによりビデオを撮影された同への拷問と処刑を映した映像が世界中に流出し衝撃を与えた。同を倒したジョンソンは臨時大統領を宣言したが、テイラーと大統領の座を争っている間に野党からなる国民統合暫定政府がエーモス・ソーヤーを暫定大統領に指名した。その後、ジョンソンは 虐殺行為などが元で支持を失ったためインフルを解散させた後亡命。1997年に、同の遺族と和解した。2008年、同の夫人ナンシー・イドー、ナンシー・ビー・ドーは、運輸大臣に、同のいとこジャクソン・イードーが任命されたことを批判し、エレン・ジョンソン・サーリーフ大統領を批判した。ジャクソン・イードーとナンシー・イドーは、同大統領殺害後の、 同大統領の銀行口座16万5千ドルなどの財産をめぐって対立した。ナンシー夫人は同が殺された時、ジャクソン・イー・ドーは同大統領の副執事に自分は同の親戚だと主張し、同大統領の遺産などの重要書類を含むスーツケースを奪い取ったが、同大統領が残した財産は夫人である自分が受け取る権利があるとして、ジャクソン・イー・ドーを告訴すると述べた。 弟 J は、リベリアー海民主連合、ラードのリーダーを務めていたが、2004年、アメリカ合衆国デラウェア州で、脳障害のため死亡している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。